2024年4月26日の金曜日の夜です。朝倉未来あるオンライン船橋議会報告会、秘書活動報告をしたいと思います。最初に私が30分、話をさせていただきまして、それから、後半は皆様のご意見をお聞きしたいと思います。で、その30分分を後で YouTube にアップする形にいたします。で、一週間ごとにこれやっていくつもりだったんですが、ちょっと、いろいろ忙しくて、3週間分まとめて報告するということで、4月の11日から26日、本日までの活動報告を報告いたします。で、7月の16日に港区議会に傍聴に行ったことと、7月の12日に京都精華大学で、井川かおり教授のインタビューさせていただいたことが、まあ、象徴的な、この、7月の活動かなと思っております。それでは、まず、まあ、これが、活動なんですが、7月の11日から26日に、これらの活動をいたしました。これを、いろいろ活動したんですけど、まあ、京都訪問ですね。そして、行大の消防局移転に関する説明会。はい、広告配布。そして、マンション管理組合理事会がありまして、港区長の、所信表明演説を聞きに、傍聴に行ったと。で、名橋役所で、要望に関する話し合いをした上で、坪井に、チラシを、議題報告を参ったと。で、その間に、行田那須祭りと、教授引導と伝統の生存を考える講演会や活言運動の講習会がありました。で、24日には、賃貸アパート管理に関する講演会で学習会をし、25日、昨日は、市役所で話し合いをした上で、マンションの管理相談を受けて、それから石丸原子の学習会に参加し、シニア柱での中高生の居場所づくり調査をし、あと、休み時間は差別化区の再犯のお知らせを聞いたということですね。それから、一段の前に、今日は行きまして、小中学生の議会見学会の申し込み締め切りの様子も聞きました。さて、それでは、まず、議会というのはどうなっているかということなんですが、議会は基本的に3、6、9、12という3の倍数の月に開かれます。したがって、7月、8月は議会の会議自身は、まあ、全くないわけじゃないんですけど、少ないんですね。で、ということで、ちょっと全議会の様子を簡単に報告します。これはすでに YouTube にアップしてますので、全議会の報告を詳しく知りたい方は、6月とかの報告をご覧ください。で、その6月議会のメインとしましては、専決処分で、船橋での、固定資産税の集合住宅における減免制度の、問題、そして、あとでできます。国家公務員、行田宿舎の、行田宿舎の跡地の解体で消防局を移転する話の問題などを議論しまして、それから、港区が進めている、エレベーター防災チェアの話を質疑をしました。で、あと、議会全体として大きく議論になったのが、この、4月1日から自転車ヘルメットを補助して、できるだけ被っていただこうということで、市民一人当たり2000円の補助をするということを決めました。で、7月1日からもうスタートしてますので、もしまだ自転車、ヘルメット買ってない方がいましたら、ぜひご活用ください。さて、それでは7月の11日から26日までの動きについてですが、まずは、私は、光る君への影響もありまして、もともと源氏物語が好きだということもありまして、今、第4条の夕顔の講座をやってるんですね。で、まあ、いろんな、結構、源氏物語関係の本を読んでまして、そういうこともあったんで、京都に、漫画学部、京都精華大学の漫画学部の、三河さんにインタビューする上で、京都一泊したんですけど、その前後に、まあ、特に前泊の時に、京都の源氏物語関係のところを見てきました。内側にあります、紫式部装。そして、光る君へ展っていうのがあって、宇治市で働かれている、吉田ひより子とツーショットができるという企画を見てきました。そして、夕顔の日が、夕顔の舞台は五条なんですけど、五条駅そばにありまして、夕顔町という町もあります。
で、そこら辺の、あと、リモという名前がついた集合住宅を見てまいりました。一方、漫画のことですので、漫画の対談ですので、ちょうど5年前に送りました、京アニ放火事件の、現場自身はあんまり、言ってほしくないというネットの、お知らせがあったんで、この最寄り駅から現場近くに向けて手を合わせて、そして、14日にオープンしました、志をつなぐ36名の犠牲者の方、被害者の方の志を継ぐ日というモニュメントが無事にできたんですけど、その除幕前の、建立されている様子を見てまいりました。その上で、京都精華大学漫画学校を表敬訪問させていただいて、いろいろご説明を伺いました。で、今、漫画の技術は、デジタル化してますので、パソコンで作ることが多くなってるんですが、やはり1、2年生の頃は、伝統的なペンで、漫画を描くということを学ぼうということをやってるということです。さて、京都精華大学漫画というのは、実は船橋と縁がありまして、初期の設立に関与した牧野慶次さんは、船橋の駅にありますサザンカサッチャンの銅像の建立者ですね。建立の弦を作った人です。ということで、船橋にもご縁のある方が、京都精華大学漫画の設立に関わったということです。で、三河さんにインタビューさせていただきました。で、三河さんは、のためカンタービレの編集者でありまして、この話を中心に1時間ほどいろいろインタビューさせていただいたものを YouTube にアップしてますので、ぜひ私の YouTube でご覧いただいていこうと思います。そして、翌日、あとはその東京に帰る前に京都国際漫画ミュージアムという、この京都精華大学の施設なんですけど、一般開放されている漫画ミュージアムを見ました。年代ごとに代表作が全て網羅していまして、入館料を払えばずっと読んでられるということで非常に魅力的なところで、国際漫画ミュージアムと書いてある通りに本当に外国人の方が多かったです。ということで、あとワークショップやるスペースもありまして、京都ではここが有名なんですが、関東にも少しはあるんですが、本格的な漫画ミュージアムって少ないので、船橋も、その候補の一つにできるんじゃないかなと思っております。さて、その日の夜は、東大の安田講堂前で、学費値上げ反対集会が開かれたんですね。で、学費がこれ以上上がると、私も在学中は安い学費のおかげで、家がそんなに裕福じゃなかったんですが、大学に行ってたので、やはり、経済的事情に関わらず大学に進まれるように、学費値上げはしない方がいいんじゃないかということで、そういう発言をしてまいりました。これは集会前の様子です。実際はこの後たくさん集まって、150人ぐらい集まりました。さて、13日14日は、京都から帰ってきて翌日なんですが、船橋の消防局が市役所そばから行田に移転する。そのために、行田国家公民体育、あ、えー、国家公民住宅跡地を解体すると、いうことの説明を、地域の皆様に、議会報告で配りました。で、特に、ここに消防局ができるので、3号棟、6号棟に、のところにできるので、この5号棟を壊すのはおかしな感じがするかもしれませんけど、一団地認定が発されて、一敷地、一建物認定、建築物認定にすると、これの戸建ての二次規制にかかるということで、解体の運びとなりました。で、実際に、その報告をお伺いするために見てみると、5号棟が確かに、近隣戸建てから近いことがよくわかります。さて、14日にはマンションの管理組合の理事会で、樹木の強制定の要望の話や、理事会の権限、総会で、口頭で議論した内容と文書での議論の内容は、次の理事会の、に対する、なんていうかな、影響度が違うという話になりまして、文書議案の場合には、それは、次の理事会の方針を縛ることになるけど、口頭での議論については、それは必ずしも理事会の、権限を縛らずに、理事会、次の理事会の判断でいいんじゃないかというような議論をいたしました。さて、連休明け16日には、
清木愛さんの、港区議会での表明演説を聞きまして、私も応援させていただいて、まあ、新表明演説の後に、実際に、傍聴席に来られましたので、一緒に写真を撮っていただきました。で、清木愛さんの演説は、非常に船橋も見習うべき、ところがいっぱいあります。で、まあ、この港区地震が市であれば中核市に当たるということで、転送されてるんですが、中核市である船橋でずっと進んでいる政策があるので、いかに、ちょっと恥ずかしいなと思いました。で、医療的ケアが必要な子供、まあ、恥ずかしいというのは船橋の方が恥ずかしくて変えていかなきゃいけないなと思ったといいます。で、医療的ケアが必要な子供のことを明記してたり、リステックのことを明記してたり、それから災害時のペット同室避難所、これ私何回も質問してもなかなか船橋やらないんですけど、これもちゃんと明記してました。で、そして、築40年を超えるマンションの老朽化対策のことを明記し、建物ごとの防災のアイデアについても、作る中に明言したので、非常にいいことです。あと、一番大きいのは、区長の任期を3期12年までとする多選自粛条例を制定を明言いたしました。制定を目指すということを明言しました。船橋では、なんと2回連続4期16年という、本当に、古くて長い政治が続いているので、今の市長ももう1期あると4期になるので、まあ、そろそろ3期12年というのをきちんと原則にするような多選自粛条例を船橋でも作るべきだということを発言していきたいと思います。さて、18日、19日と22日、23日は、つぼりで28日に講演会をやるので、この科学の講演会と、それから市議会関係の講演会と、それから勉強相談ですね、を、の案内の入ったやつを4日間かけて、まあ、約500世帯の方に配りました。で、あ、ご先生がいる、ご先生からですね。で、小中学生議会見学会のこともご案内させていただきました。それで、まあ、4日間、まあ、炎天下に加わったんで、熱中症を対策しながら、水分と塩分を補給しながら、頑張っていっぱいありまして、ところどころで、この特産なんですけど、こういう植物が、見る、なんていうかな、植物の姿に癒されながら頑張って、いっぱいありましたので、つぼりの皆さん、ぜひ28日の企画においでいただければと思います。さて、20日は、行田夏祭りで、かき氷を手伝って、まあ、いろんな企画を見てまいりました。で、21日は標準医療と伝統医療の併存講演会ということで、これ深いテーマなんで簡単に喋れないんですけど、私は両方の学会に参加してまして、発表もしてます。で、日本眼科学会法で、標準医療で注目されているのは、抗がん剤の種類変更です。で、抗がん剤は、細胞分裂を過剰にするような、スイッチが入ってしまうことがあって、それを鎮静化するのが一つの抗がん剤の手法なんです。ところが、これだけだと、これをさらに乗り越えて、またスイッチを入れさせるような変異が起こることがありまして、そこで今、抗がん剤の一つの方法として、非常に、標準医療で注目されているのが、免疫チェックポイント阻害剤です。キラー T 細胞で警察官の細胞が免疫細胞がありまして、正常細胞は、まあ、別に攻撃しないんですけど、がん細胞化したものは、そのがん特有的な物質を出すので、それをめがけて攻撃してやっつけると。しかし、がん細胞も進化してくると、そのキラー T 細胞は警察官を眠らせるスイッチを押すことができるんですね。で、それに対して、眠らせるスイッチを押させないようにする薬が、この免疫チェックポイント阻害剤で、これが今、非常に船橋市医療センターでも非常にたくさん使われています。ただ、これは、いいことなんですが、非常に医療費がかかるんですね。ということで、やはり、こういう最終的に癌になったことに対して対抗するよりも、予防の方に力を入れるべきじゃないかと。まあ、東洋医学的に言うと、未病ですね。未病の段階を、きちんとケアしていくべきじゃないかということを、講演をいたし、まあ、そういう問題意識で、伝統医療の方にも、興味を持っております。で、この内容をまた詳しく話をすると、ちょっと時間がかかってしまうので、私のホームページにこの、名前で検索すると、台湾の学会で、東洋医学、伝統医療系の学会で発表した内容が出てきますので、ご参考にいただければと思うんですが、
その両方の視点が必要だし、まあ、学びはべきじゃないかという話を午前中にしまして、実際午後はその伝統医療に近い、まあ、医療じゃなくて体操なんですが、活言運動というものを指す、高橋先生に来ていただいて、私もできるものですから、やりました。また10月ぐらいにやろうかなと思ってます。で、7月24日には賃貸アパートの管理に関する学習会に参加しました。で、船橋は住民の3割が賃貸アパートに住んでいるので、その政策をきちんと船橋ではまだ位置づけられたんですけど、みたいな、いないんですけど、きちんとやるべきだということを、これから勉強していきたいと思います。そして25日、昨日は中高生の居場所づくりで、アティーズ八柱、新八柱駅からすぐそばにあります、中高生の居場所について見学させていただいて、船橋の保護者の方と一緒に見学させていただいて、こういうのを船橋でやっていきたいなというふうに話し合っていました。それで、その25日の夜、家に帰ったら、なんと私の、2008年に作った著作が、初刷りになったというお知らせが届いて、まあ、1週間いろいろ頑張ってきたご褒美かなというふうに感じました。で、今後の予定なんですが、8月、まあ、今週1週間の予定としては、先ほど言いましたように、坪井公民館でこの企画がありますので、ぜひお越しください。それから、8月30日には障害児の保育園に関する障害者団体と市の話し合いに参加します。で、8月1日に8月の後半の予定を決定いたしまして、議会報告を作成、制作しようと思っています。で、2日にオンラインでの報告会を、金曜日の20時から27時までやりまして、3日は PR の報告会を金の市民センターでやります。で、13時から15時は野田名のことを中心に語り合う会を中央公民館でありまして、4日は、居住支援に関する学習会に役員で公民館で参加します。で、8月以降、8月の中旬は議会報告会関係というか、議会見学会ですね、小中学生に見学会関係をやりまして、で、24日は、マンション管理懇談会午前中、そして午後は、源氏物語夕顔講座をやります。そして市船との、外手前講座の打ち合わせをやりまして、8月後半は、各公民館で勉強すれば、優雅な学習会や市政懇談会でありまして、9月3日から、9月2日が始まりました。で、ちょっと遠くなりますけど、11月30日にはマンション管理セミナーを行います。ということで、ご清聴ありがとうございました。また次回は、8月の2日の20日からやりますので、ぜひおいでください。